まあ、当然ですよね、はい、さあコーナーです。蹴るのは井上です。中キーパーじゃない、入った、畑中。いや激しいゲームになりました。アカデミー出身、やりましたね。いや、よく決めましたね、新之助。これマンツーマンだと思うんですけどね、はいはい、いやちょっと越えていって足に当たったんですね、はい、まあ、誰も触らないでね、最後、うん、マークはね小島だったと思うんですよね、はい、まあ、ちょっと裏を取られて